ャンネルのあかりです。今日はミキサーを使わずに原材料バナナと牛乳だけで甘くて美味しいバナナスムージーを作る方法をお届けします。やっぱり一人暮らしをしているとミキサーなんてなかなか持ってませんよね。でも美味しいスムージーが飲みたいということで、ミキサーの代わりにこのビニール袋を使って美味しくバナナスムージーを仕上げていきたいと思います。おすすめのバナナはこのように茶色いシュガースポットがポツポツできたものです。なぜなら甘いから。では作っていきましょう。時間ぐらい経ちました。でもちょっとカッチカチなのでもうちょっと柔らかくなるので10分ぐらい置いておきます。はい、いい感じに柔らかくなってきました。これぐらいだといいかな。香りが若干残ってる感じです。では、いただきます。めっちゃ美味しい。普通のバナナスムージーよりも果肉がゴロッと入っているので、たまに来るこの果肉感も美味しいし、あとバナナジュースがもう単純に濃厚なので、バナナの香りもしっかり冷凍しても残ってます。バナナの香りとともにシャリシャリで果肉付きのフラペチーノを飲んでいるような感覚です。皆さんぜひ作ってみてください。今回は凍らしてフラペチーノにしたんですけど、凍らさずにそのまま氷と割って飲んでも美味しいバナナジュースになります。バナナ以外にもフルーツの美味しいアレンジ方法なども配信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。